総督皇帝コロニアル・ウィリアムズバーグは、アメリカ合衆国バージニア州の独立しウィリアムズバーグにある歴史的地区の私立財団による野外博物館。301エーカーの歴史的地区には、バージニア植民地の首都であった頃の18世紀、及び17世紀、19世紀、コロニアル・リバイバル様式、リコンストラクションの建築物が含まれる。 アメリカ独立戦争を含む植民地時代の修復、または再建された建物とともに、アメリカ合衆国の植民地時代の街並みが復元されている。1920年代後期、コロニアル・ウィリアムズバーグの修復及び再建は W ・ AR ・グッドウィン牧師や歴史保存協会、南北戦争軍人の子孫、商工会議所などの地域のリーダーたちのほか ロックフェラー家のジョーン・ロックフェラー2世とその妻、アビー、アルドリッチ・ロックフェラーの賛同により、アメリカ合衆国の歴史の初期を再現することとなった。第二次世界大戦中はここで兵士を教育し、冷戦では共産主義反対を提唱していた。アメリカ国内で最大の歴史プロジェクトの一つとして、ジェームズタウン、ヨークタウンで構成されコロニアル・パークウェイでつながる。 ヒストリックトライアングルの一部として、ウィリアムズバーグに多くの観客を呼び込んでいる。この場所では、アメリカ合衆国大統領など多くの国や、州の代表者により会議が開かれている。コロニアルウィリアムズバーグの歴史地区の三本の大通り、およびそれに通じる、脇道のある街並みの修復および再建は18世紀のアメリカの雰囲気及び環境を作り出そうとしている。 コロニアル・ウィリアムズ・バーグのモットーは未来は過去から学び取るである。2014年、コロニアル・ウィリアムズ・バーグの代表は従業員たちにこのモットーを作り1960年に亡くなったロックフェラーはまだこのモットーが使われていることに驚くであろうと語った。当時の衣装を身につけた従業員は当時の文法や言葉遣いをすることがある。 コロニアル・ウィリアムズバーグは1699年から1780年まで、ジェームズ・シティ群の植民の中心地、ウィリアムズバーグを形成していた多くの建造物で構成されており、後期の建物の痕跡は取り除かれている。コロニアル・ウィリアムズバーグは、バージニア植民地時代の統治、教育、文化の中心であったほか、主な建物には、ラーレー・タバーン、国会議事堂、 総督皇帝、軍庁舎、ジョージ・ウィズ邸、ペートン・ランドルフ邸、マガジン、別の所有及び創業のブルートン教区教会などがある。コロニアル・ウィリアムズバーグの歴史地区は、ウィリアム・アンド・メアリー大学のカレッジ・アードの東から始まる。1930年代に再現された、総督皇帝コロニアル・ウィリアムズバーグは、歴史的ランドマークであり、リビングヒストリー博物館である。 その中心は東西に伸びるグロスター港通り沿いと、皇帝前に南北に伸びる緑地である。地形は平坦で、周辺には、渓谷や小川がある。グロスター港通りと、歴史地区の他の大通りは、日中車両通行止めで、歩行者、自転車、ジョギング、スケートボード、犬の散歩、馬車などに都合が良い。18世紀のコロニアル建築は、 後の建築物から推測し復元された。1930年代初頭、多くのコロニアル建築が元の場所に再建された。落納庭園、キッチン、燻製小屋、屋外トイレなどが追加された。コロニアル・ウィリアムズバーグの従業員、寄贈者、市の職員宿舎及びウィリアムメアリー大学、関連施設を除いていくつかの建物や多くの 庭園は公開されている。四つのタバーンはレストランとして、うち二つは県ホテルとして再建された。また印刷、靴製造、単屋、や屋桶の製造、木製家具製造、銃製造、カツラ製造、銀在庫など、当時の手工業の実演が披露される。土産物、書籍、外具白目製器物、 陶器などの売店もある。ペイトン・ランドルフ邸、ゲディ邸、ウィズ邸、エブラード邸などいくつかの邸宅が軍庁舎、議事堂、重機庫、公立病院、刑務所などと同様に公開されている。コロニアル・ウィリアムズバーグの経営部は、コロニアル・リバイバル様式の商業地域として、マーチャンツ・スクエアを増設した。近隣には、コロニアル・ウィリアムズバーグが、学芸部門として創業する。 アビー・アルドリッチ・ロックフェラー民族芸術博物館やデオイット・オレス装飾芸術博物館がある。地元ではコロニアル・ウィリアムズ・バーグを略して CW と呼ぶことが多い。グロスター教通りコロニアル・ウィリアムズ・バーグは過去における生活の側面を説明し実演することを仕事とする歴史の再演者たちが住まう建造物が 屋外に集結した、生きた、歴史博物館の一例である。再演者たちは、実際に植民時代と同じような喋り方をするほか、その時代の服を着て働く。マサチューセッツ州にある、オールドスターブリッジビレッジや、イギリスにあるカステル・ヘンリスなど、過去を再現した、歴史博物館は多く存在する一方で、コロニアル・ウィリアムズバーグは、現在も、 街として機能し、植民地時代より、後の時代の建物がない点が、他と異なっている部分である。さらに他の歴史的な博物館と違って、誰でも、この、ウィリアムズバーグの歴史的な地区を、無料かつ何時でも、徒歩で通り抜けることが可能である。入場料は、観光客が、日中に開いている、芸術品や実務を展示、実演する。 歴史的建造物へ入場する場合、または革命の街のような屋外パフォーマンスに参加する場合のみ徴収される。20世紀初頭、それまでで最も巨大な歴史的復元の一つであったコロニアル・ウィリアムズバーグの復元、再現には、牧師の W.A.R. グッドウィン、ロックフェラー一家の家父長であったジョン・ロックフェラー二世。 そして愛国者や合衆国初期の歴史を賛美した彼の妻、アビー、グリーン・アルドリッチの積極的な協力により援助が行われた。植民時代の一部の失われた建物は元あった位置へ1930年代に再建された。他の多くの建造物は18世紀にどのような外観だったかを忠実に再現するような修復が施された。 ほとんどの建造物は観光客に向けて常時開放されており建物内を見学することが可能である。多くの現存するまたは正確に再現された植民地時代の建物、アメリカ独立戦争の歴史的な展示物、本物の晒し台や警具を収容する刑務所など様々な展示物からコロニアルウィリアムズバーグは ウィリアムズバーグ氏とその周辺の観光において主要な場所であるとともに植民地時代のアメリカの街を演出したものとして重要な区域である。他の著名な建造物には巨大な議事堂や総督皇帝があり、どちらも建てられた18世紀当時の特徴を入念に再現、美化されている。それらに従属する建築や動物も完全な雰囲気を醸し出している。 コロニアル・ウィリアムズ・バーグは生きた博物館としてロックフェラー一家により基金が寄せられた非営利の団体コロニアル・ウィリアムズ・バーグ財団により所有運営されている近隣のコロニアル・ナショナル・ヒストリカル・パークとは直接提携しているわけではないが近接するコロニアル・パークウェイと州によるジェームズ・タウンまたはヨークタウンで呼び物とされる一部の場所は 植民地外で再現された地域の補足的な場所となっている。コロニアル・ウィリアムズバーグを中心に形成されているバージニア・ヒストリック・トライアングルの区域は多くの観光客の目的となっている。しかし、コロニアル・ウィリアムズバーグが観光客数のピークを迎えたのは1985年の110万人で以来減少に転じている。 著名な建築評論家のエーダルイーズ・ハクスタブルが、コロニアル・ウィリアムズ・バーグについて、タイムズ誌などに批評を述べており、バージニア大学の建築史学の教授、リチャード・ガイ・ウィルソンも、植民復興的な建物や、現代的な商業から隔離された、自然に木が立ち並ぶ通りは、1930年代のアメリカの郊外を表す、見事な例であると述べている。 1607年5月13日、定地に木が立ち並ぶ小さな半島、実質的には島であった場所に、現在は一部でバージニア半島としても知られるその南方の位置に、ジェームズタウン入植地が設立された。その後、ジェームズ川沿いの地域に、マーティンズハンドレッドやヘンリクスといった派生的な多くの入植地が建てられていった。 アメリカの植民地の統治団体代表者による最初の会議は1619年7月30日にジェームズタウン入植地で行われ、ジェームズタウンがバージニア州における最初の州都となった。この最初の立法団体のうち22人はロンドンのバージニアカンパニーの役員により任命された総督たちであった。総督は 植民地の重要な人物であるとして6人が、代わる代わる任命され、評議会となった。また、他の15人は、バージニア植民地で17歳以上、及び土地を所有していた一般の市民から選任された。バージニア植民地議会として知られる、この団体は、後に、バージニア衆議会会員となる。ミドルプランテーションは、最初、1632年に設立された。 ジェームズタウンや他の川と航行可能な水路沿いに建てられていた初期の植民地とは違って、このミドルプランテーションはジェームズ川とヨーク川の間、バージニア半島のおよそ中間にある高地に位置していた。半島の高地にあっただけでなく、プランテーションは半島の低地末端にある海面まで東に斜面が下がった。 タイドウォーター地域の高原の生誕にも置かれていた。一帯は、現地のネイティブアメリカンとの初期の対立が起こっている。中、こうした半島の低地まで防衛線を建設するには、ごく自然な場所であった。1676年、ジェームズタウンの州議会が、ベーコンの反乱で焼却された後、バージニア植民地議会は近接していた、ミドルプランテーションで会合を開いた。 入職者たちにとって長い間目標としていた教育の点では1693年にウィリアム・アンド・メアリー大学が創設され1694年の初めにはミドルプランテーションの近隣へ設置された初代大統領のジョージ・ワシントンもこの大学で測量士の資格を取得しているまた同じくその高等な教育が何百年もの伝統となっている このウィリアムメアリー大学では、その後バージニア州及び合衆国全体の指導者となるトーマス・ジェファーソンとジョン・マーシャルも、その教育を受けた。バージニア州は大学を1888年に以来、運営してきている。幾年も活動が行われていなかった後のこの年、大学は施設の運用を再開した。1782年のウィリアムズバーグを表す、フレンチマンズマップ。 当時の再建計画が記されている1698年10月20日、ジェームズタウンの衆議事堂は再び消失した。その後再び、議員たちは、ミドルプランテーションにあった、ウィリアムメアリー大学で会議を行い、ジェームズタウンでの192年続いた首都としての、機能は終了した。続く1699年、ウィリアムメアリー大学の学生団体が、 卒業式にて、当時ジェームズタウンで猛威を振るっていたマラリアや、感染したがから身を守るため、植民地政府をミドルプランテーションへ移設する提案書を提出した。これに興味を示した、ミドルプランテーションの土地所有者はその土地を寄付し、その後バージニア植民地の政府はミドルプランテーションへと移転した。その後まもなく、ミドルプランテーションは、 イギリスのウィリアム3世の栄誉を称え、発案者の一人である、植民地総督フランシス・ニコルソンによって、ウィリアムズバーグと改名された。この新しくできた場所はニコルソンにより、シャンパン色の土壌から澄んで透明な泉が噴出する、地として描かれ、将来の理想郷への栄光に満ちた像として、考えられていたのである。ニコルソンは、大学の連打校舎及び老朽化していた。 ブルートン教区教会を建てるために測量士のセオドリックブランドに測量及び設計させた。しかし、ウィリアム3世のイニシャル W とメアリー2世のイニシャル M を道路に配置する以外は白紙に戻された。メインの大通りにはアン王女の長男グロスター公にちなんで名付けられた。ニコルソンは北の大通りにニコルソン通り、南の大通りにフランシス通りと名付けた。 復元された、議事堂1705年、アメリカにおける、最初の州都の議事堂建物が、グロスター教通りの末端に建設された。ウィリアムズバーグは、残りの植民地時代における、バージア全体の州都になるところであった。18世紀の81年間、このウィリアムズバーグが、バージニア植民地の政治、教育、文化における中心を担っていた。 ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、パトリック・ヘンリー、ジェームズ・モンロー、ジェームズ・マディソン、ジョージ・ワイス、ペイトン・ランドルフなどは、バージニアの英国政府の形式を推進し、後に、新しいアメリカ合衆国の形成に尽力した。1747年には、火事が起き、議事堂が破壊された。その後再び建設されたのだが、アメリカ独立戦争後は、 後廃状態に陥った。現在の場所に立つ議事堂建物は、ペリーショーヘプバーン社の建築家によりデザインされ、1705年に完成した時の建物を再現して1930年代に建てられたものである。この新しく建てられた議事堂は、1934年2月24日にバージニア州議会の記念会議で公式に解除された。 1934年より、バージニア州の伝統として、コロニアル・ウィリアムズバーグの歴史地区東端に位置する、この議事堂建物へ、バージニア州の議員たちが、各年1日だけ集まって、会合を開いている。アメリカ独立戦争中の1780年、トーマス・ジェファーソン州知事の指揮の元バージニア州の州とは、州中心部に近く交通の便が良いがイギリスからの、 攻撃を受けにくいおよそ 90km 西へ離れたリッチモンドへと移動された。その後現在も州都はリッチモンドのままである。再建された軍庁舎州都が移転して以来リッチモンドへ移住するものが増え、その後幾年にもわたり、ウィリアムズバーグの植民区域はその周辺に近代的な街並みが建設されるにつれ、ウィリアムズバーグの経済は低迷して長い間。 忘れ去られていった。18世紀の様相のまま取り残され、1862年、ジョージ・マクレラン少将はここを北軍の中屯地としたが、ウィリアムズ・バーグは南北戦争の大きな被害を逃れた。ただし、連邦兵士が大学に火を放ち、民家から略奪した。20世紀初頭までには、古びたその多くの建物が荒廃した状態になり、 もはや使用されてはいなかった。また、その立地が高地で水路から離れた場所にあったせいで、1830年代に建設が始まった初期の鉄道も達していなかった。およそ50年後の1881年、コリスピー・ハンティントンがこの地域を通る新しいチェサピークオハイオ鉄道を建設した。彼の主な目的はウワストバージニア州から、 ニューポートニューズへの石炭の発送とバージニア半島の南東の端にあるハンプトンローズ入りへの石炭橋脚を通過することにあった。ウィリアムズバーグでの雇用は東部精神病院、ウィリアムメアリー大学、そして軍庁舎の3つの施設が頼りであり、病院の500名の患者が大学外の500名の無職の者を救うと語られた。植民時代の建造物は 南北戦争の幕開けとともに、再び改築、近代化、倒壊及び忘れ去られた。建物よりも、戦争の方が、市民にとって、大事だったのである。ウィリアムズバーグでは、毎年いくつかの南北戦争記念祭が行われ、最も重要な5月5日の祭日は、ウィリアムズバーグの戦いを祝うものであった。1908年5月5日、ウィリアムズバーグは、 南部連邦軍の兵士や水兵の記念碑を奉納し皇帝前の緑地に設置した。ペニマン近くの綿花プランテーションなどの第一次世界大戦時代の建築の発達とともに自動車が発展してきた。20世紀初頭までに多くの古い建築が老朽化して使用不可能あるいは不法に占拠された。しかしグッドウィンは 植民地時代の議事堂だけは復元する価値があると語った。牧師の W.A.R. グッドウィンは1903年にウィリアムズバーグにあるブルートン教区教会の教区牧師となった。ネルソン軍出身で活気あふれる34歳のグッドウィンは1711年から建て始められた歴史的な教会建物の保存と修復を行う運動を すぐに先導することへ成功した。グッドウィンはまた、ウィリアムメアリー大学に近接し、後にレンビルディングと呼ばれるようになる歴史的建造物で、教師としても活躍していた。1907年、彼は、バージニア州におけるアングリカン教会の創立300周年時に、教会の修復を完了させている。教会により、グッドウィンは転機にし、 1923年に再び、ここへ戻るまで、北方のニューヨークで勤務した。ウィリアムズバーグへ戻った際、グッドウィンはさらに状態が悪化した、植民地時代の建物を見て落胆し、同時に奮起した。1924年、時の流れとともに、他の歴史的建造物も破壊されてしまうのではと、恐れた、グッドウィンは、 町の歴史的区域にあるこれら古き建造物を保存する運動を始めた。その後幾年にもわたって関心がありそうな個人や資金を募る望みのある団体へ働きかけた後、幸運にもグッドウィンの努力は、スタンダードオイル創設者で富豪の息子、ジョン・ロックフェラー2世の興味と主な財政援助を得ることに成功したのである。ロックフェラーの妻、アビー。 グリーン・アルドリッチも積極的な役割を担った。一体の再建と修復は著名なデザイナーであったアーサー・シャークリフを主任設計者にペリー・ショーヘプバーン社を建築家とし1926年11月27日に開始された。工事が注目されてしまうと建設の価格が上がってしまうと懸念したロックフェラーとグッドウィンは 建設計画を密にしたのである。彼らは密かに辞書を買い上げ、誰にも彼らが行っていることをわからないようにした。しかし、無論、これら多くの不動産が、突然違う所有者の手に渡っていることは一目につく、行為であり、徐々に過敏な噂が立ち始めてから2年後、1928年6月11日と12日の2つの市民会議で、 グッドウィント・ロックフェラーは、ついに彼らの計画を明らかにしたのだった。多くの市民たちは彼らの財産の売却に取り組み、強い関心を示したが、少ないながら不安に思う人もいたという。グッドウィント・ロックフェラーは1790年より後に、建てられた、ウィリアムズバーグにおける720棟もの建造物を、取り壊したが、その多くは、 当時歴史的なものと考えられていた。それ以来、コロニアル・ウィリアムズ・バーグは、ほぼ完全に再建されてきたのである。この区域内では、植民地時代の形態を模した店舗や、居酒屋、野外市場が建設されている。総督皇帝、レンビルディング、議事堂は、1930年代中に、当時の様式を推測して建設された。 建造物群の中でも重要な建物となっている。この歴史地区にあるおよそ500棟の建造物のうち88棟が本来の建物である。地区の西側、ウィリアムメアリー大学の近隣はマーチャンツスクエアという名で近代的な店舗が一箇所に集まっており、現在国立登録史跡に指定されている。ロックフェラーによるウィリアムズバーグの理想像の中心は、 ウィリアムズバーグの維持費の支払いだけでなく購入しやすい製品を通じて観光客への教育の援助を行う小売業の必要性にあった。当初からコロニアルウィリアムズバーグは収蔵するコレクションの博物館品質の副製品を販売するという考え方では国内でも先導的な場所であった。 クラフトハウスで販売されている商品は収蔵する、コレクションからヒントを得た、および正確に複製したものであるなど、ウィリアムズバーグの複製品を販売する。この、ウィリアムズバーグリプロダクションプログラム計画は、新たな水準へと達してきている。また、ウェッジウッド、チャールズ・オバリー、キッティンジャー、マーティン・セノア、カーク・シュタイフ・ CEO、バージニア・メタルクラフターズ等、数々の業者が、 コロニアル・ウィリアムズ・バーグにより認可を受けた製品を販売している。グリーンハウストアの内観。観光客は自身が違う時代から来たかのような印象を受ける。コロニアル・ウィリアムズ・バーグは歴史的なテーマパークと現存する歴史的な博物館の組み合わさった地域である。コロニアル・パークウェイ近隣のビジターズセンターでは1956年に制作された 短編映画、愛国者物語を放映し、その奴隷を所有していた社会の現実における中立性が批判を受けてきている。訪れた人々は、区域での自動車走行が制限されているため、このビジターズセンター付近に駐車することもできる。車椅子も利用可能なシャトルバスのサービスは、ピークを迎える、下季期間中に、ウィリアムズバーグ歴史地区の周辺や、ジェームズタウン、 ヨークタウンといった地域周辺で運行されている。当初、演者たちは常に植民地時代の服装をしていなかった。合衆国の200周年を迎える年を予期した実験として1973年夏に、区域の女性たちは赤、白、青のポリエステル生地の特別なパンツスーツに身を包んだ。その後夏の終わりに、この実験が中止になったが、 訪れた人々はこれに困惑し、失望した。再び200周年の際に、演者は歴史的な衣装を着用し、結局はそれから現在までそうした衣装を着続けている。現在、再演されているイベントには、屋外での歴史に基づいた演劇などがある。総督皇帝の庭では、トーマス・ジェファーソンに噴した演者がスピーチを行い、ラレータバーンの前では、 アメリカ独立戦争前の出来事を語る野外の演劇が行われる。また、屋外では横笛とドラムによる演奏、屋内ではビオラとリコーダーによる植民地時代の楽曲を演奏する等、屋内外での再演、演奏が定期的に行われている。こうした催し物の多くはボランティアの手によるもので、 すべて植民地時代に人々が着用していたと思われる服装で登場する。また、元 NBC のジャーナリスト、ロイド・ドビンスを、ポッドキャストによるコロニアル・ウィリアムズバーグの出演者として起用している。彼は、過去にこの地で、多くのスタッフと共に取材を行った経験を持つ。毎年12月の第1日曜日には、多くのクリスマスの照明で、野外セレモニーや、 大きな祝典を行うグランドイルミネーションが開かれている。式典は戦争に勝利した時や統治者の誕生日など特別な日を祝う際に家庭の窓や公共の建造物に火を灯したろうそくを掲げるという植民地の伝統に漠然と基づいて1935年に発案されたものである。他にもこのグランドイルミネーションには豪華な花火も用意されている。 コロニアル・ウィリアムズ・バーグを訪れる際に、地域特有の言語を知っておくと便利である。地域住民、学生、従業員たちは、頻繁にコロニアル・ウィリアムズ・バーグをその頭文字を取って、CW と呼んでいる。中心部はよく、リストアドエリア、または、ヒストリックエリアと呼ばれる。また、グロスター教通りも頭文字から、ドッグ・ストリートと呼ばれる。 カレッジコーナーと呼ばれる場所は、ジェームズタウンロード、リッチモンドロード、北、南境界通りの交差点であり、グロスター居通りの先端にあたる。乱雑なという意味を含む、コンフュージョンコーナーは、ページ、ラファイエット、フランシス、ヨーク各通りの交差点である。交差点がこうした名称で呼ばれているのは、通行優先権の、はっきりしない。 不規則な交通によるものである。地域に住んでいない人は、コンフュージョンコーナーの名称をこちらもやや乱雑な、カレッジコーナーへと充当していたが、地元の人々は、本当の、コンフュージョンコーナーに、交通信号が設置される前の時代を覚えているため、きちんと名称が区別されている。 2006年12月31日のニューヨークタイムズ紙の一面記事で来場者数に伸び悩み維持費の十分な資金が寄付されていないことに苦しむ頃にあるウィリアムズバーグ基金は早くても2007年1月にジェームズ川沿いにあるカーターズグローブの邸宅を売りに出し土地を個人へ売却するのではないかと報じられた記事では こうした歴史的な博物館や家屋が抱える問題が建物の多さやその高額ない慈悲、そして訪れる人々もあまり多くない点にあると指摘している。コロニアルウィリアムズバーグ地を走る馬車ツアー最も近い空港は車で15分ほどの距離にあるニューポートニュースウィリアムズバーグ国際空港である。ウィリアムズバーグ自体はどちらも車で約45分の距離に位置する。 リッチモンド国際空港とノーフォーク国際空港のほぼ中央にある。ハンプトンローズブリッジトンネルでノーフォークからの交通が周期的に遅延することがあるため、リッチモンドから出る陸路の交通機関の方が時間的により信頼できる。その他、ウィリアムズバーグにはアムトラックの車両が停車する駅があり、グレーハウンドやキャロライナトレールウェイズの都市間バスも利用可能である。 ウィリアムズバーグは東西にわたる週刊高速道路64号に近接し、市内を通るアメリカ国道60号線と並行している。また、多くの観光客は、ジェームズ川大農園の多くを通るリッチモンドからのシーニックバイウェイ、修道5号線を経由するか、もしくは、修道31号、ジェームズタウンフェリーを使用することもある。また、 修道5号の自転車道を使用して自転車で行くこともできる。ウィリアムズバーグは観光客向けに車両を使用しない代替の交通も提供している。その他、区域では中央に複合の中央運送施設や公共の路線バス網がある。ウィリアムズバーグ運送センターは復元されたチェサピーク・オハイオ鉄道の駅に位置しタクシーやアムトラックの鉄道サービス。 グレーハウンドが提供する都市間バスや二つの高速道を通るハンプトンローズトランジットなど複合的な交通の施設でもある。運送センターはそれぞれ繁華街、復元された区域、ウィリアムメアリー大学、そしてコロニアル・ウィリアムズバーグのビジターズセンターの近隣に位置している。地域の公共バス網であるウィリアムズバーグエリアトランスポートは運送センターに 中央拠点を置いている。見分けやすくするため色で塗り分けられた数々の道路や、体に、障害のある人々でも利用できるバスは、多くのホテルやモーテル、レストラン、店舗、コロニアル・ウィリアムズバーグ以外のウィリアムズバーグ市内の、名所、そして多くのジェームズ・シティ群に近接する地域や、ヨーク群の一部へと通じている。コロニアル・ウィリアムズバーグは、植民地時代の雰囲気を保つため、 グロスター橋通りには車両を運営していないにも、かかわらず、歴史地区にある、名所近隣には、複数のバス停と、所有するバスの一団を運営している。ピーク時の夏季月間は、ビジターズセンターの駐車場に車を止めておきたい、観光客のために、ジェームズタウンやヨークタウンの名所へ運行するバスも運営している。バージニア半島には、 ヒストリックトライアングルと呼ばれる歴史的にも貴重な区域が位置しており、これにはジェームズタウン、ウィリアムズバーグ、そしてヨークタウンの植民地時代の共同体とともにコロニアルパークウェイ道路によってつながっている多くの復元された名所が含まれている。コロニアルウィリアムズバーグにあるコロニアルパークウェイ、トンネル国立公園局のコロニアルパークウェイは、 商業の発展により遮蔽された眺めの良い道路と共にコロニアルバージニア地域における三つの人気のある場所と結合している。これにより観光客は車両やバイクで主要な名所の間を走行している間、過去に戻りその雰囲気を楽しむことができるのである。また、時に野生の動物や水鳥なども見られる場合がある。 道路の末端にあるジェームズ川とヨーク川近隣には野生の動物に餌をやる機会もある。ここではトラックなどの車両の侵入は許されておらず、動物や鳥に優先通行権がある。一部の来訪者はジェームズフェリーの船に乗ってサリー軍からの水路で南からこの区域へ到達する方法を選ぶこともある。天候や晴れの日に見舞われれば通例乗客は 最初の入植者たちがそこへ到達したように、ジェームズタウン島をよく見ることができる。また、イギリスの航海士クリストファー・ニューポートの小舟である、スーザン・コンスタント号、ゴッドスピード号、ディスカバリー号の3隻は、北側のフェリー不当の近辺につけられている。ジェームズタウンフェリーとコロニアル・パークウェイのどちらも、料金無料で提供されている。現在、観光客は、 ジェームズタウン国立史跡、ジェームズタウンフェスティバルパーク、ヒストリック、ジェームズタウン、そして、ジェームズ島の各名所へ行くことができる。これらには復元された、ネイティブアメリカンの村、大型ホブネと植民地の要塞のレプリカ、そして、ジェームズタウン再発見プロジェクトの作業が現在、行われている、考古学的な場所が含まれている。 ビジターズセンターに掲げられているトイレの表示。ヨークタウンにも2つの巨大なビジターズセンターがあり、その他にも、戦場の地となった場所の車道、海岸通りの区域が設けられている。ヒストリックトライアングルの3つの区域において、非営利の雰囲気を提供する試みが成功したことに、加え、他にも多くのホテルやモーテル、キャンプ地、レストラン、売店、ガソリンスタンド、そして、 アミューズメント施設が近隣に位置している。そのいくつかは以下の通り。SD フリーマンやカラーアーミステッドなど一部のウィリアムズバーグの住人は1928年の土地の権限上渡に疑問を抱いた。最も通列な事件は1932年1月に起こった記念碑の移動であった。これは1908年からパレスグリーンに立っていた。 大理石で作られている南北戦争南部連邦軍の記念碑が取り外され、町外れのシダーグローブ墓地へ移動された出来事である。多くの市民やコロニアルウィリアムズバーグの再建に協力的だった人でさえも、これは彼らの歴史をあまりにも消し去ってしまう行為だと感じた。この事件は裁判沙汰になり、最終的に記念碑は新たに建てられた裁判所の東に再設置された。 また、コロニアル・ウィリアムズ・バーグは、植民地での生活における、アフリカ系アメリカ人の役割を軽視していると、非難されてきている。最初にオープンとなった1930年代当時、アフリカ系アメリカ人の演者のために隔離された寮を、所有していた。彼らは、現代のような、自由な人々というよりも、召使いとしての役割を務めていた。コロニアル・ウィリアムズ・バーグは、 黒人の人々の入場を許可していたが、ウィリアムズバーグ区域にあるホテルは、彼らの宿泊を拒んでいた。また、彼らは修復された居酒屋での飲食や、近隣の店舗での買い物すら禁じられていたのである。1950年代、アフリカ系アメリカ人たちは、コロニアルウィリアムズバーグへの来場を一週間に一度だけ、許されていた。1982年、 こうした植民地時代の一辺倒な描写に対して問題とする声が増えてきたことを受け、コロニアル・ウィリアムズ・バーグは奴隷の役としてアフリカ系アメリカ人の演出者たちを加えた。1994年には奴隷たちのオークションや結婚の演出を追加したが、これは後に全国有色人工場協会と南部キリスト教指導者会議が抗議を行っている。 1999年、コロニアル・ウィリアムズ・バーグは、奴隷制や、植民地時代のアメリカにおける彼らの役割を、説明する、新たなプログラムを開始した。ナショナル・パーク・サービス、ナショナル・レジスター・インフォメーション・システム、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ、ナショナル・パーク・サービス、2020年10月12日、閲覧。コロニアル・ウィリアムズ・バーグ、 ナショナルヒストリック・ランドマーク・サム・マリー・リスティング・ナショナル・パーク・サービス、2008年6月27日、閲覧。バージニア・ランドマークス・レジスター。バージニア・デパートメント・オブ・ヒストリック・リソーシズ、2013年3月19日、閲覧。アソシエーテッド・プレス、ネクストウィリアムズ・バーグ・ビジット・クッド・インクルード・アン、18th センチュリー・コーヒー・ハウス・エクスペリエンス、 リッチモンドタイムズディスパッチノベンバー10 2009リッチモンドバケナコットフィリップブリューイングニューセンスオブコロニアルレリバンスコーヒーハウスプロジェクトイズスティープトインウィリアムズバーグエスシフトツーモダンストーリーテリングザワシントンポストノベンバー19 2009ワシントン DC トレイシーロゾン ホームズ・セル、アンドヒストリー・ゴーズ・プライベート、ザ・ニューヨーク・タイムズ、サンデー、ディセンバー31、2006。セクション1、ページ1、キャピトル、ジョン・ディ・ロック・フェラー・ジュニア、アンドザ・レストレーション・オブ・コロニアル・ウィリアムズ・バーグ、エイプリル・デッツ・イン、バージニア・ヒストリー。バージニア・ヒストリカル・ソサエティ、リトリーブド、オンジュライ11。 2007 AB500 Raisies and 500 Crazy's Williamsburg Before the Restoration Crossroads American Studies University of Virginia Retrieved On September 6 2010 Colonial Williamsburg Podcast with Lloyd Dobbins Hatt Tracy Rosen Holmes Cell and History Goes Private The New York Times サンデー、ディ December 31-2006セクション1ページ1書籍ありがとうございます。